とにかく5月3日以来の登板になりました岸田ですが、1回の裏です。ランナーとランナー1塁で大松そして井口を打ち取りました。2回の表唐川ですが、ランナー1塁に置いて北川、これでワンアウト1塁でダブルプレーを取って、ここはうまく切り抜けていったんです。で3回の裏、西岡がタイムリー、これで1点をまず取って、平井さん、この後ですね、このプレー山崎、このプレーは本当に大きかったですね。抜けてるともう3点になってましたからね。そうなんですよね、3対0というスコアだったんですが、その後井口を三振に切って取りました。そしてゲームが6回の表です。坂口がツーベース、そしてこれがもう前進守備を敷いていますから、ワンアウトランナー三塁でヘルナンデス、さらにラロッカの当たり、大きな当たり、風に戻されました、ツーベースで、ここで北川がタイムリー、2点を失ったんですが、これをうまく内野陣がダブルプレーで、ね、切り抜けてくれました ね。6回の裏、岸田中盤から後半立ち直ってくるところ、井口、三郎、橋本佑を難なく抑えてきます。そして7回の裏、ここも本当にもう尻上がりに調子が上がってきたと言ってもいいかもしれません。肩の、まあ、この右肩を痛めていたんですが、100球近くまで投げ込んできます。で9回の表、山崎のタイムリー、さらに鈴木のナイバッティングで、これで2点を取りました。4点を取ってもう4対1、こうなれば加藤は非常に楽です。軟弱3人で抑え切ってオリックス快勝、唐川としては好投報われずというゲームでした。